三塁線ファーボール。昨日から3番、4番、5番がバルディリス、イデホ、フェルナンデスという形で来ています。センターへバック、バック、バック、見送ったがバックスクリーン、2試合連続の第20号、バックスクリーンに持っていきました。イデホ、そのパワー、やはりこのイデホのパワーが福岡ヤフオクドームで炸裂しています。5回の表追加点、これで5対0となりました。センターバックスクリーン、あ、カメラで捉えていますが、低めの球ですよね。力強いですね。なおかつ遅い球をしっかりと捉える、ちょっと挟んでますからね、落ちるボールだと思うんですがね、はい、力強いバッティングですね。バックスクリーンの中段まで行きましたかね、はい、これで20号でファイターズの中田が現在ホームランキングなんですが、骨折ということでリタイア、はい、イデホもこれでホームラン王争いにこれから5番戦名乗り上げそうですね。十分出てきましたね。で、まあ、この夏場でやはりホームランも昨日今日とやっぱり連日打ってるわけですからね、はい、ちょっと勢いは出てきましたね。バッターボックスがフェルナンデス、今日2打席はいずれもライト方向のヒット。ここまではやや一方的な展開となってきました。ホークスバッファローズの17回戦です。3ボール1ストライク。高く上がりましたが左中間のフライ、センターフライ、ワンアウト。昨シーズンの打点王イデホ、去年は24本のホームランを放っています。20本のホームラン、さあどこまでイデホも伸ばしていくんでしょうか。